カムノです。興味が湧いちゃう、追いかけたくなる、つい気になって気づいたら好きに、そんな男性のある一つの特徴があります。逆に女性に興味を持たれない、追われない、すぐ飽きられるという男性は、これが欠けていることがその原因だったりするので、それが欠ける行動をしてしまっていないか、そして女性が惹かれる魅力をまた一つここで手に入れて帰ってもらえればと思います。それでは早速見ていきましょう。ではまずそのある一つの特徴とは何なのか、ざっくり結論から先に言ってしまうと複雑性です。これは男性にも女性にも当てはまるものであり、これがある女性に惹かれてしまう男性も多いんじゃないでしょうか。僕は超惹かれてしまいます。例えばただの頭悪そうなギャルだと思っていたら、3カ国語喋れて名門校出身のお嬢様だったとか、普通の清楚な子だと思ってたらゴリゴリの元ヤンで墨入ってて、なぜか料理が異常にうまくてとか、おとなしい子だと思っていたら夜のテクニック半端ないとか、このように意外性や予想外の要素を複雑に持ち合わせていると、めちゃくちゃ興味湧いちゃうし、もっと知りたくなるし、手に入れたいと思ってしまう。逆に複雑性がなく惹かれない特徴としては、明るくて元気なイメージで、実際仲良くなったらイメージ通りのそのまんまで何のギャップもない、いい子だし普通に好きでもそれ以上の興味が湧かないとか、経験上この子はこのパターンのタイプだろうなの範囲に収まってありきたりに感じてしまうとか、好意や推しの一辺倒のアプローチで追いかけがいもないし、簡単に手に入る感じでつまらないとか、これがざっくり複雑性のイメージです。それではここからもっと具体的に複雑性とは何なのか、どうすればいいのか、女性が惹かれる、魅力的に見えてしまう、もっと知りたくなる、追いかけたくなる、そんな心理を刺激するものを掘り下げていきます。それでは1つ目、意外性。これは結構直接的なもので、いわゆるギャップもここに含まれます。例えば草食系男子かと思っていたら、意外と男らしくて肉食なところがあってドキッとしたとか、華奢に見えて普通そうな男性が脱いだら隠れマッチョだったとか、普段は頼りなさげな印象だった人が一緒にいる時にトラブルに巻き込まれた際にめちゃくちゃ頼りがいがあって私を守ってくれて好きになっちゃったとか、意外な男らしさ、オス感が強くて遊び慣れてる感もある男が、実は俺お酒弱くてさーとカルアミルクいっぱいで顔が赤くなっている、クールだったり男らしかったりする人が子供や動物と触れ合う時にめちゃくちゃ優しくなって可愛がりまくっている、普段真面目でしっかりしているイメージの人が LINE でダサ可愛いスタンプを使ってきた、などの意外な可愛さ、チャラいイメージだったけど実は誠実だったとか、遊んでそうだけど実はめちゃくちゃ一途とか、意外な誠実さ、オン状態で髪を上げてる人がオフ状態で髪を下ろしたとか、オン状態でスーツをピシッと着こなしている人がオフ状態のプライベートの私服がラフだった、オン状態でビシバシテキパキしている人がオフ状態で甘えてきた、などの意外なオフの姿で、まず人が人を好きになるパターンはいくつかありますが、その一つとして、1、感情を揺さぶられる、2、その人のことを考えがち、気になりがちになる、かっこ興味が湧いたり、もっと知りたいと思ったり、3、あれ気づいたら好きに、という流れがあります。そしてこのギャップ的な意外性は、1、その意外性に驚いたり感情が動いたりする、2、ある種の混乱が生じる、興味が湧く、マインドシェアを奪われる、3、あれ気づいたら好きに、という流れにつながりやすい。しかもギャップではキュンさせやすいのでなおさら、そのためこの意外性が見えてしまうと追いかけたくなったり、つい気になってしまったりするというわけです。それでは2つ目、小出し。モテない人ほど相手に聞かれたことに対して何でも真正面から答えすぎであったり、自分のことを喋りすぎであったりします。それよりもある程度スルーしたり適当に流したり、喋りすぎないことが重要だったりします。例えば初めて会った時はレベル1くらいの深さの自分の情報を出す、次はレベル2、その次はレベル3、というように小出しにしていくことによって会うたびに知らないことが出てくる、まだこの人のことを知り尽くせていない、もっと知りたいという印象になり好奇心を刺激される、あるいは質問にまともに答えすぎない。例えば昨日何してたんですか、昨日は昼頃起きて映画見に行ってちょっと買い物してましたのところを、昨日何してたんですか、砂鉄集め、かむこちゃんはくらいで適当に答えて質問返し。ちなみにこれに関してポイントはまともに答えない、これはそう簡単に何でも答えないよスタンス、そしてやりすぎないこと、これによって影響を受ける側、与える側の関係についても、こちらが与える側で相手が受ける側にもつながります。いずれにせよバカ正直に話しすぎると余白がないように映るので、全てをつかみきれないと思われる程度の嘘や冗談や本気なのかわからない余白やミステリアスを作ると、その余白を埋めるために追いかけたくなるというわけです。逆に小出しや隠しがなく簡単に全部出してしまうと、簡単に全部知れてしまった、もうこれ以上は何もなさそう
そうだという印象を抱かれやすくなります。そして飽きられたり追いかけがいがないと感じられたりしてしまうと。このように小出しというのは言い換えると未完や謎を作ることとも言えます。そしてそれを作るとどうなるかというと、そう、未完や謎があると脳が意識的にも無意識的にもそれを考えがちになってマインドシェアが奪われてしまうという耐えがれ肉効果が働くわけですね。これによってまだ全てを知れていない、もっと知りたい、つい気になってしまう、あなたのことを考えがちになってしまう、ミステリアスが魅力に移ってしまうなどなどに繋がっていくというわけです。それでは3つ目、アプローチ。動画の初めの方で複雑性がなく惹かれない特徴として、好意や推しの一辺倒のアプローチで追いかけがいもないし簡単に手に入る感じでつまらないという例を挙げましたが、まさにこれです。つまり単純単調、すなわち複雑の逆になっている。もちろん好き好き付き合いたい付き合いたいの推し一辺倒のアプローチで落とせることも全然あるので、その場合は問題ないですが、それで振り向かれない場合もあります。というかこれに関して男女の違いとして、男は短期間で一気に燃え上がり、女は慎重に徐々に燃え上がっていくという特徴があります。でこれのよくある失敗パターンが、まだ女性の方がそこまで熱量が高まっていないのに男側は一気に燃え上がるので、ガンガンに好き好き付き合いたい付き合いたいの推し行為のアプローチ一辺倒になってしまって、しかも女の子側はまだそこまで追いついていないので温度差が生じてしまって、完全に男側が追いかける形、女性はちょっと鬱陶しいくらいみたいな構図になって、男性側のアプローチがひもて感や必死感になってしまってなしになってしまうと。そして複雑性がないと単に女性を落としきる能力の低さの示唆になってしまったり、感情も揺さぶられなかったり、ありふれたその他大勢の中のそこまで価値のない男という認定につながってしまうわけですね。でアプローチの複雑性に関しては、結構女性が自然とやっていることだったりもします。例えば推しも引きもあり、その子の気分で態度が変わる、他の条件は同じでも生理周期でいろいろ変わる、それに男側が心理的に振り回されてしまって感情を動かされたり、気になったり不安になったり、どんどん追う側になってしまったり、どっぷり好きになってしまったりという男性も少なくないんじゃないでしょうか。こんな感じで不安定になれというわけではないけど、推し一辺倒でダメなら引きのアプローチもスパイスとして、あるいは好意は積極的に見せるけど明確に誘ってきたりはしない、会った時はすごく優しいし好意をガンガンに感じるけど LINE はさらっとしているなどなどのように、アプローチに複雑性を持たせることも気になってしまったり追いかけたくなったり考えがちになってしまう刺激となってくるわけです。そう、ここまで意外性、小出し、アプローチという3つの複雑性を見てきましたが、これらに共通する本質の部分をお伝えすると、猫と糸です。これに関してザ・ゲームという有名なナンパの本にこんな一節があります。猫と糸の理論は話したことがあったか、いや、じゃあ聞け、猫が糸で遊んでいるのを見たことがあるか、そうだな、猫の頭上から糸を垂らすとしよう、ちょうど届かないくらいに、すると猫はそれを掴もうと必死になる、猫は飛び上がり跳ね回り部屋中を追いかけ回す、だがこっちが糸を離して猫にくれてやると、猫はちょっとだけ糸を見つめてからどっかに行ってしまう、飽きちまうんだ、もう糸になんて興味がなくなってしまうとのこと。まさに今回の話をギュッとしたものがこれで、複雑性がないというのは糸を女の子に簡単に渡しちゃうようなものであるわけです。逆に複雑性というのは意外性、小出し、アプローチで女の子が興味を持って夢中になってしまうような位置や動かし方で垂らしていくようなもの、このイメージを頭に入れといてもらえればと思います。それを踏まえた上で、そもそも人は未完や謎があると無意識レベルで気になってしまったり、もっと知りたいという心理になる、これが追いかけたくなる男の正体の一つであり、単純ではなく複雑がこれを体現するもの、簡単に知り尽くせない、攻略できないが女の子の好奇心を刺激する、こんな感じで余白を作ると一気に魅力的に見えたりするので、ぜひ実践していってもらえればと思います。それでは次の動画でまた会いましょう。